水出しアイスコーヒーを2つください。はい。さあ、ここから、スタートいたしました水出しタイムでございます。恒例の、あ、見てください、この値段を見てください、値段を。はい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 、来ましたね値段。やっぱここはあれなんですね、600円だから。まあやっぱここ600円だね。いやちょっと上目に設定してるかな。でもここは普通ですか。あ、ここ普通ですよ。ね。あ、多分、アコのアイユ。アコのアイユ600円。で、ヌード劇場ある。ヌード劇場が。頭から離れなさいよ、ヌード劇場が。いや、だって、ストリップだけど、ヌード劇場。ストリップって表現してないもんね。ヌードですか、ね、ヌードか。でももしかしたら、これ、女の人が出てくるんじゃなくて、おっさんが、そうよね。だからウーマンヌードって言ってるわけじゃないからね。そうです。おっさんヌードのパターンありますよね。はい、ありがとうございます。みたいな感じで。気になるな、あそこに行く人っているのかね。いや、いるいる。いや、まあ、いるんでしょう、たぶん。たぶんいる。絶対そうだね。いらっしゃいませ、2名様、女の子は。皆さん、すんごい記録が出ましたよ。では、記録を発表いたします。こちらです。すっげえ早い。すげえ早いよ。いや、ちょっとね、こちら記録1分18秒32。これフェラーリですよ、フェラーリ。いや、これフェラーリ、いや、ルナールフェラーリ来ましたね。早い。いや、早かった。実はこれ、だいぶ前に僕、ここ来てて、うん、その時は、2分50何秒だから、その2分なんとかって言った時も、基準になったじゃん。はい、そう、山口が行ったところの、はい、あそこがまあ2分、僕は弱ぐらいだったんで、はい、まあ、そこに早ければ相当早いです。記憶超えてきたね、前回より。相当、相当水出し。ね、クルーがすごい。本当はね、この水出しタイムの間にね、いろんな話をしたかったのね。で、今、ヌード劇場の話して、その後もう一つ、僕らのチャンネル登録者の中にロシア人が一人いるっての入れたかったんだけど、もうそれする間もなく。これはすごいね。皆さん、あのね、とにかく急いでるときは、このルノアール池袋東口店に来てください。多分ですけど、どんどん記録を超えてくると思います。僕、しまいにはね、多分これね、32秒ぐらいで来ると思います。早い。